よ。大丈夫だったな。ああよかった。よっしゃあ、よし全員無事帰還。作戦大成功っす。星を救うでっかい初めの一歩だ。うん、お前らピーキャラ喋るんじゃねえ。捕まるぞ。やべ。うん、次の作戦まで自由行動。最高にうまいもんでも食っとけ。うん、うん、アジトでな、忘れたか、店の名はセブンスヘブン。ティワに顔見せて安心させてやれ。本日の列車の運行は終了しました。みんなの神羅魂を。兄ちゃんは広場にいるよ。すぐに復旧させて。テレビの。犯人ってどういう人だろう。アバランチ。アバランチ。名前は知ってる。プレートとスラムで差があるのはマコールのせいなんだ。これで俺らも爆破の犯人を探して町中に軍がうようよいてさ。落ち着けよお前ら。すごかったぜ。すごい経験したわね、マコーロ。すごい勢いで燃えてたわ。八番街、瓦礫で道が塞がっちまったよ。魔鋼は星を巡る地って言われてもな、剥がしても剥がしてもすぐ元通り。妄想じみた主張はともかく、しつこさには頭が下がるよ。見ろよあの美しい鉄骨、たまんねえな。おい、あんたどうした。魔鋼中毒かよ。すすまみれ、粉塵まみれ、おまけに疲れてドロドロだ。待ってろシャワー。俺はとにかくご飯ご飯。ジェシーは？今日の反省かな。嘘ばっかり。様になってきた。修理の腕上がったな。いつか店を持って故郷の両親をミッドガルに呼ぶのが夢なんです。夢くらいは英雄に見れるぞ。マリン。父ちゃんお帰りなさい。ただいま。お帰り。あ、いい子にしてたか。ティファと遊んでた。おお、そうか。よし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 。お疲れ様。うん。それどうしたの？ああ。本物でしょ？珍しいね。え？意外だな。
クラウドこんなことするんだ。5年ぶりだ。少しは変わるさ。え？バレットに話がある。うん、入って入って。マコールが爆発したんだよ。ずっとニュースばっかりなの。マリ、父ちゃん今夜はもうどこへも行かないから、テレビ消して念々しような。報酬の話はティファとしてくれ。会計担当だからよ。ああ。てめえ！バレット！マリンに何しやがった！知らない人とは喋っちゃダメって。え？偉いぞマリン。父ちゃんとの約束忘れなかったな。えらい、えらいぞ。じゃあお休みの時間も守らないとな。いや、父ちゃんとお話しする。特別だぞ。あ、そうだ、ご飯食べる？いや、報酬の話をしたい。あ、そうだよね。あのね、クラウド、ちょっと外で話そう。死んだ人はちゃんと星に帰れたかな。ああ、お金の話の前に聞く？この近所にね、アパートがあって部屋が空いてるんだ。しばらくそこに寝泊まりしない？大家さんが私たちの活動に好意的なの。家賃はタダ。ああ、助かるよ。じゃあこっち。上どんな感じだった？まあ混乱していたな。マコールが爆破された瞬間、ごめんね、巻き込んで。すごい揺れ。軽率だったって反省してる。俺のことなら気にするな。これは仕事だ。うん、分かった。シンガを憎む気持ちも分かる。うん、バレットたちと揉めなかった？ああ、お前に足りねえもの。向こうがどう思ったか知らないけどな。そう、心配だったんだ。クラウドは喧嘩ばかりしてたからね。そうだったかもな。テレビに映ってた8番街、映画みたいだった。ニュース番組もシンラが作ってる。奴らは平気で嘘も垂れ流す。じゃあ、プレートの人たちの、あれも嘘だよね。いや、そっか。ここなの。名前は展望層。部屋は2階ね。この201号室が私の部屋。でも大抵店にいるからここは眠るだけ。何もなくて恥ずかしいくらい。この202号室が空いてるの。もちろん大家さんにはクラウドのこと話してあるからね。なんて？なんて？ああ、同郷の友達が部屋を探してるって、それだけ。まずかった？いや、いいんだ。そっちは？そこは遅いから明日になったら挨拶しようか。とりあえず寝起きするだけなら大丈夫だよね。必要なものはおいおい。ああ、金が必要なんだ。約束は2000だよな。何でもやクラウドの初仕事だから気
気持ちよくポーンと払いたいんだけど。 500? 作戦の準備で物入りだったから、今アバランチにはお金がないの。でも心配しないで、明日集金すれば確実に払えるから。当てにしていいんだな。集金を手伝ってくれたらね。あれ？あ、これはまた別の依頼になるのか。いや、いい。最初の約束の2000で手を打とう。つまり、あと1500だ。助かる。じゃあ、明日お店でね。今日はいろいろありがとう。おやすみなさい。203か。おい、大丈夫か？開けるぞ。様子を見るように大家さんから頼まれてるんだ。クラウドもお願いね。ああ。おや、あんたがクラウドだね。ああ。私は大家のマーレ。で、おととい来たんだって。それまでは上かい？いろいろだ。訳ありか。あ、ここに流れ着くのはみんなそうさね。困ったことがあったら何でも相談しな。ティファのこともね。ティファがどうしたんだ？泣かしたら承知しないってことさ。あの子は私の孫同然だ。覚えておこう。ほら、さっさとセブンスヘブンにお行き。ティファはとっくの昔に出かけたよ。
に行ってばすぐ調子に乗るし言わなくていい。行け俺。一番魔法使いの兵士。おはよう。じゃあ早速働く？JS フィルターの交換に行きたいんだ。ジェシーが作った汎用毒性物質除去フィルター、水の嫌な匂いが取れるって評判で、この店よりずっとお金になるんだよね。この辺りのほとんどのうちが使ってるから、新しいのを持って行って代金と古いフィルターを回収してくる簡単なお仕事、聞いてる？ああ、勘弁してくれ。揉め事がないなら俺の出番はない。踏み倒す気満々の人もいるんだね。お守り代わり。さっさと片付けるか。ありがとう。ついでにスラムを案内するね。回収した代金はそのまま受け取って。来たばかりで何かと入りようでしょ。助かる。それでも足りない分は後で渡すね。今バレットもお金をかき集めてるから。今日中にもらえるなら構わない。こんにちは、 JS フィルターの交換です。ティファちゃんいらっしゃい。待ってたよ。そいつは集金係のクラウドです。お代は彼に。あんたうまいこと言ったな。その役目変わってくれよ。あんたには無理だ。あ？クラウド、そうだ、せっかくだから買い物すれば。見るだけ見てみよう。毎度。今後ともご贔屓にいつでも歓迎するよ。ティファちゃんと一緒に来ればな。それじゃまたお店で。いつもの用意して待ってます。上から仕入れたアイテムもあるよ。店の常連さんなの。買い物をするとおまけしてくれるよ。俺にはどうだろう。もう少し愛想よくする。おまけ目当てで？ありえない。じゃあ次の集金は展望層の大家さん。もうあった。じゃあ人柄は知ってるよね。アバランチの大事な協力者だから愛想よくね。
レさん、フィルター交換です。ピーパー、待ってたよ。おや、あんたもいたのか。仕事だ。顔集金係を頼んだの。ちゃんとお守りよ。私結構強いからそれは大丈夫。知ってるよ。でもクラウドにやらせないと。こんな愛想なしだもの、戦うことくらいしか取り柄がないんだろ。そんなことは。顔最善を尽くす。吐きがないね。疲れてんのかい。だったら部屋でしっかり寝るんだよ。スラムの心得その1ね。そういうこと。ほれ、手を出しな。マーレさん、ありがとう。じゃあ行くね。ああ、稼いでおいで。マーレさんのおかげですぐここになれたんだ。ここは長いのか。もう5年かな。そんな話より、集金集金、次が最後の武器屋さん。ティファちゃん、フィルター交換かな。えい、あのフィルター全然効果ないぞ。申し訳ございません。ではこちらのフィルターを試してください。もういらないから帰ってくれ。残念です。ではここまでの生産をお願いします。なんだ、効果ゼロなのに払うかよ。代金は彼に。世の中舐めてるんじゃねえぞ。払うよな、ありがとうございました。これでフィルター交換はおしまい。お代も受け取ったし、武器見てみる。それよりバレットの集金はいつ終わるんだ。今晩の開店前には。それまでまだ時間があるけど、どうする。そうだな、あのね、アイデアがあるんだけど聞く。本格的に何でも屋を始めるなら、まず縁を作るべきだと思う。ご縁はお金より大事だから。スラムの心得か。うん、縁が仕事を呼んで、いい仕事をすれば評判が立って、それがまた縁を呼ぶの。どうすればいい。自警団の仕事を肩代わりとか。ほぼボランティアだけど縁はつながるよ。やってみよう。詰め所は誰もいなかったから上に行ってみよう。武器屋、覗いていかないかい。スラムで暮らすなら一人に一つ。武器屋持とう。瓦礫通りのモンスター、なんとかしねえとな。明日、俺。あ、今日は二人が当番なんだ。あ、もしかしてクラウドさん、入団希望っすか。場合によってはな。自警団は何をするんだ。いろいろあるけど、まず居住区に紛れ込むモンスターを退治したり、住民に自衛法を教えたり、それがメインだ。自分の身は自分で守る。これスラムの心得っす。クラウドには実績が必要なの。いい評判、いいご縁、それを自警団で作れないかなと思って。持ってこいの話があるっす。俺たちじゃお手上げのモンスターだ。金は出せないが、俺らなりの礼はする。そうだな、まずはその剣改造してないだろう。ああ、小細工なんていらない。それなんかの誓いか。改造すればあんたもっと強くなるぜ。おせっかいだろうけど手順を教えるな。できたか。ま、使いながらいろいろ試してみるんだな。ああ。それから俺らなりの例その2、何でも屋の宣伝だ。ウェッジがいればすぐにスラムに知れ渡るよ。クラウドさんのためなら腹ペコでも街中を練り歩くっす。で、モンスターはどこにいる。瓦礫通りだ。頼んだぞ。クラウド、一緒に行くね。
人で十分だ。でも道知らないでしょ。頼任せて。スラムで一番のガイドよ。瓦礫通りはスラムの西の方。モンスターよけの防護壁の向こう側。念のため準備はしっかりね。修理したいが後回しだな。協力者を選定中。ウェッジの言ってた。いや、強権だな。どうにする。ティファちゃんに怪我させんなよ。ここが瓦礫通り。モンスターが喜びそうなところだ。うん、ゴミもモンスターも増える一方。余裕だね。どんどん退治しよう。がいればモンスターなんてもう怖くないね。ティファもな、正直驚いた。気負いすぎる。頑張るね。自分の身は自分で守る。そこ。さて、これはスロベタ。今心得何番？覚えるのか。終わり。ここで暮らすんでしょ。いや。じゃあさ。そろそろモンスターは片付いたかな。どうせすぐ湧いてくる。後ろ向きだな。つかの間でもこの町に平和をもたらしました。めでたしめでたしでしょ。そうか。すぐに評判が広まると思うよ。さ、ビックスたちのところに戻ろう。
冒険だな。何を売るんだろう。ウェッジの言ってたやつか。協力者を選定中。あんた何でもやる。今月のモンスター討伐数が出たよ。見て見て、最新のモンスター討伐数だよ。チンピラに見せる品はねえ。いったいった。ルキア、覗いていかないかい。スラムで暮らすなら一人に一つ。ルキア持とう。自分に合う武器は。瓦礫通りのモンスター、この先倒されたってよ。俺が。もう戻ったのか。ちゃんと倒したよ。見渡す限り根こそぎ。さすがの早業っす。助かったよ。俺らもしっかり宣伝しといたぞ。そうらしいな。だが一体どう伝えたんだ。まあまあ、仕事を真面目にこなしていれば評判はどんどん上がっていくよ。剣の調子どうだ。ああ、いい剣だな。お前との絆を感じる。ああ、ずっと一緒。あ、クラウド？なんでもない。村を出てからのこと聞きたいな。退屈な話だ。それでも聞きたい。まだ時間あるし、仕事探しがてらどう？俺も行くっす。ウェッジはダメだ。バルトも行った行った。また今度ね。ひどいっす。ちょっとは気を使えよ。幼なじみの久々の再会だろうが。仕事を始める前に新しい武器を調達すれば。必要ない。武器屋さんもクラウドの評判を聞いてれば歓迎してくれるよ。行くだけ行ってみよう。瓦礫通りのモンスター根こそぎ倒されたってよ。俺が活躍するはずだ。どんなモンスターも倒す。何でも嫌なんだって。早速評判になってるみたい。だとしたら。さっきは悪かったよ。武器が売れなくて気が立っててな。仕事で武器が必要じゃないかと思ってよ。よかったらそいつを使ってくれよ。詫び代わりだ。強えやつが使えばうちの宣伝になる。よろしくな。ああ。どうだ、他のも見ていかねえか。見るだけだ。また寄ってくれよな。新しい武器も用意したことだし、お仕事始めよ。まずはワイマーさんのところに行ってみない？誰だ？自警団に来る依頼をまとめてる人。ほら、何でも屋の仕事が見つかるかも。どこにいる？そろそろ詰所に戻ってきてると思う。やあ、ティファ君、困りごとかい？いえ、協力の助っ人を紹介したくて。何でも屋のクラウドです。おお、頼もしいね。町の安全と幸せのため協力しよう。報酬次第で危険な仕事も引き受ける。腕に自信ありだな。うってつけの依頼を紹介するよ。詳しい話は依頼主から聞いてくれ。働き次第じゃ新しい依頼も紹介するよ。助かる。協力者候補を発見。照合データの検索を開始します。体験を背負いながら呼吸を乱さない心肺機能。
金星の取れた筋肉と骨格、想定外の逸材です。僕はチャドリー、シンラカンパニーの科学部門で学んでいる研修生です。僕の研究にご協力ください。まずは手付金代わりです。その見破るマテリアを装備にセットして、バトルレポートのデータ収集をお願いします。それで新たなマテリアを開発できるのです。シンラの仕事ならお断りだ。僕はささやかながらシンラに反抗しようと活動しています。あなたなら理解できるはずです。新たなマテリアはシンラに対抗しうる力になると。どうしますか？僕を信じられないなら切ってもらっても構いません。俺は本当に切る。つまりそれまでは契約は継続ということですね。バトルレポートを達成したら必ず僕に会いに来てください。見破るマテリアを装備にセットして、バトルレポートのデータ収集をお願いします。お、ティファちゃん。そいつ何でも屋始めたんだって？ああ。だったら化けネズミどもを倒してくれ。やつらめ、ウェアラットを引き連れて町中を食い荒らしていやがる。うちの倉庫も襲われて信用ガタ落ちだ。あんた今笑ったな。口の端がピクッとしたぞ。ま、仕事してくれりゃ文句はねえ。化けネズミは町外れに潜んでるらしい。ウェアラットの悲鳴を聞いて助けに来るって話もある。化けネズミのくせに仲間思いなのかもな。店でお留守番？うん。そっか、友達探しを手伝って欲しかったのに。この何でも屋のお兄さんが探してくれるって。本当？あのね、友達の特徴は手足が長くてスリムでスタイル抜群。好きなのはご飯があるところとか、おやつをくれる人がいるところとか、あとは隙間。友達は猫の兄弟だよ。猫探しか。3匹とも人懐っこいから声をかければ寄ってくるよ。絶対連れて帰ってきてね。結婚式。よし、やっちゃおう。よっしゃ。抜け切ってよ。崩れた。攻めてこう。ここは慎重に。そこ。このまま行くよ。終わらせる。消え失せろ。切るんだ。下がっている。仕上げだ。
ける。集中していく。この隙に行け。切るんだ。とどろけ。どうってことない。プロ、さあうちのアイテム屋にいらっしゃい。化けネズミを倒してくれたってな。ありがとうよ二人さん。化けネズミ騒動で店はすっかり閑古鳥だったが、いいことを思いついたんだ。化けネズミどもを一掃した凄腕の何でも屋お気に入りの店として宣伝すればどう思う？いけそうだろう。どうだろう。何でも屋商売は持ちつ持たれつ。俺はワイマーや客たちにあんたを推薦する。そうすればあんた仕事なんて選び放題だ。好きにしろ。いいね、いいぞ。セブンスヘブンと何でも屋、そして俺の店、力を合わせて盛り上がっていこうぜ。うまくいったね。何でも屋きっと当たるよ。ああ、悪くない手応えだ。仕事は襟好みしないこと。ご縁はお金より大事なんだから。スラムの心得だろ。馴染んできたね。師匠がいいからな。これからはもっと厳しくいこうかな。そうしてくれ。ねえ、そろそろバレットの集金も終わってると思うけど、どうする？一度店に戻る？出てき！猫よ猫、うちのパンをくわえてこの奥に逃げ込んだの。あんたたち捕まえてくれない？アイテム屋から君の話を聞いたよ。協力ありがとう。君の腕前は本物だね。その力をもっと貸してほしいな。実はまたモンスターが出たんだ。桁外れに凶暴なガードハウンド、知ってるよな。神羅の軍用犬だ。瓦礫通りで目撃されている。頼めるだろうか。引き受けよう。助かるよ。俺らじゃ歯が立たないんだ。頼んだよ。見破るマテリアを装備にセットしてバトルレポートのデータ収集をお願いします。見破るマテリアを装備にセットしてバトルレポートのデータ収集をお願いします。あわや犬、瓦礫通りに危ない犬が出たのかな。ティファちゃん、頑張れよ。気は抜けない。集中してこい。かかってこい。この気負いすぎる。私に任せて。そこ。
しくね。引き受け。
連携しよう。負けないから流れを変えなきゃ。下がっていろ。やってくれたか、はあ、ありがとう。あれはシンラから逃げ出した新種だと思う。あいつが問題になったのはいつ頃だ。そうだな、情報が入り始めたのは今朝になってから。つまりどういうことだ。もしかしたら七番街スラムの地下にはシンラの研究所があるらしいな。いや、どうだろう、聞いたことがない。ちょっと鎌をかけてみた。申し訳ない。巨大な組織だ、俺も知らないことが多い。ああそうだな、倒したんだ、それでよしとしよう。いらっしゃい。おや、珍しいお客さんだ。さては買い物じゃないな。あんたが噂の何でも屋だな。ま、あんたならやれそうだな。タラが廃工場の羽トカゲども片付けてほしいんだ。あそこは俺たちの縄張りだ。うちの常連たちはジャンクパーツのためなら危険を顧みないから心配で。引き受けよう。ありがとよ。詳しいことはタラが廃工場を見張ってるナルジンに聞いてくれ。自警団のメンバーだ。じゃ早速準備していくよね。この都会道具なら元の店じゃ見つからねえものも売ってるよ。ウォールマーケットのミツバチの館でお気に入りの子を見つけちゃってさ。そうだね、なんか楽しそうだな。なんだろう、ちょっと行ってみる。よせ、ジュン君。待て。おとなしくしろ。あんき。話しやがれ。死んだのいるから。黙れ、血ネズミ。チュチュ。どうしたの。死んだの倉庫から火薬を盗んだ奴がいるんだとさ。ジョニーは職務質問されて、ほらああいう性格だから。マコールの爆発絡みだろ。ジョニーのやつ、いつもみたいにボコられて釈放ってわけにはいかないかもな。ジョニーを助けなくちゃ。アバランチなのか。違う、ジョニーは私たちがアバランチだと薄々。そして口が軽いの。なんとかして助けなくちゃ。私行くね。俺も行く。え、でも今日は世話になったからな。ありがとう。行こう。ジョニー、あいつすぐふざけるから。ジョニー、ネズミの巣にならずにするわ。引っ張るなんて、暴力
と反対。クラウド、あそこに隠れよ。クラウド、痛いってな。模範市民に何するんだ。火薬を盗んでおいてよく言うな。倉庫の入場記録にお前の ID が刻まれてるんだ。おい、なんかの間違いだ。シンラの倉庫なんて近づいてもいない。まさかジェシー、あのポニーテーラID はきっかけだ。お前の ID でシンラの施設に入れるわけないだろ。さて、じっくり話を聞かせてもらおうか。大変、ジョニーの口が滑っちゃう。行くか。うん、クラウドは兵士の気を引いて、あとは私が何とかする。そいつを話せ。ん？なんだお前は、仲間か？なんだ、誰かいるのか？あ、助けに来てくれたんだな。なあ、あんたら、暴れ！貴様、どういうつもりだ！もうやるしかないよね。消えろ。落ち着いていけ。よし、やっちゃおう。じゃあね、当てる。沈め、行けろ。引き裂く。痛くなかったら町を出ろ。はい、世界の果てに消え去ります。本当に行かせていいのか。遊びじゃないんだろ。そうだけど、もう十分。こっちは放っておこう。クラウド怖いよ。兵士が起きちゃう前に離れよ。ジョニー大丈夫かな。自分の心配をした方がいい。ここから離れよう。どうした？クラウド、やっぱり変わったね。どこが？例えば、うん、その目。前はもっと。ソルジャーだからな。魔法の目だ。そっか。これからどうする？店に戻る？それとも何でも屋続ける？封鎖中だ。羽トカゲがうろついている。って、あれ？ティーファちゃんか？もしかして自警団の助っ人って、君たち？そういうことなら大歓迎。
羽と影は奥の倉庫にいる。2グループだ。全部倒してくるよな。鍵がかかっている。
片付ける。えい、そこ終わりだ。やっ、やっ、ダメだ。沈め、行くぞ。立てろ。悪くない動きだ。頼もしいでしょ。相手はザコだ。決めちゃおう。そっちは任せる。私に任せて。このそこは勝負あり。生きろ。それよろしくね。ここまで。調子していくぞ。次を勝とう。ハネトカゲ片付けてくれたって。ありがとうよ。常連たちも喜ぶぜ。見たところあんたは何でも屋として悪くない才能の持ち主だ。スラムのガラクタを長年見極めてきた俺の見立ては間違いねえぞ。ってことで支柱前に行ってみな。ヤバいモンスターが飛んできたって騒ぎになってるらしい。そういうの得意だろ。ああ、まず己を知りその道を極めよう。そして振り返るんだ。風景が違って見えるぞ。じゃあ頑張れよ。何でもや、うちの商品は折々で変わるから勉強がてら覗いてきね。ジョニー、どうした？猫の鳴き声、三兄弟かな。涙、はあ、いくらいになれ十分だぜ。今日の分、お給料か。故郷にいた方が良かったかも。もう諦めよう。
な逃げちゃったの？じゃあ帰ってこないの？みんなおかえり。怖いお兄ちゃんから逃げてきたんだって。ありがとう。そろそろ町中に噂が広まってるんじゃない？凄腕の何でも屋がいるらしいぞって。まだ腕を見せるほどの仕事はしていない。へえ、物足りないってわけだ。星の命ってわかる？ライフストリームでしょ。何それ。とある寮の人たち、みんなに召集体験の次の議題は。お、電気はおやすみ。今月のモンスター討伐数が出たよ。見て見て、最新のモンスター討伐数だよ。星のために爆破されたもう一回。どんな依頼でも受けてくれるの。そうだな。でも労働の後はお楽しみ。スラムの天国セブンスヘブンで癒しのカクテルをいかがですか？ティファ、私もちょっと疲れちゃった。ねえ、ミッドガルにはずっと？そうだな、この辺りで仕事して金を貯める。そっか、ならもう少し依頼を探してみる？おい、下に全員集合だ。今から？じゃあ次の作戦は。マリン、店の前でジェシーを待っててくれ。うん。次の作戦、明日決行になった。今から作戦会議。会議の前に報酬をもらいたい。取り込み中だ。会議が終わるまで黙って待ってろ。ティファもすぐ来いよ。少しだけ待ってて。お詫びに。どうぞ座って。何にしましょう？きついのくれないか？くれるお客さん多いんだ。人気なわけだ。お客様、さすがお目が高い。続きましては、当店名物コスモキャニオンでございます。綺麗だ。行かなきゃ。ごゆっくり。
ニュース見た？マコーロの爆発は市民の敵、アバランチの仕業だってガンガン流れてるの。ゾクゾクするよね。顔バレしてないからここは安全だろうけど、いろいろ急がなくちゃね。次も一緒なんでしょ？報酬次第だな。じゃあ決まり、私が押すから。ティファが行くことになってるんだけど、あの人思想が揺れてるっていうか、爆弾闘争にも乗り気じゃないから、いざって時にね。こっちも命を預けるわけだから、それならあんたみたいな有能な人の方がいいもの。時間を潰すか。Thank you.
おとなしく待つか。作戦に乗り気じゃないらしいな。今までと同じやり方じゃ何も変わらない。それは分かってるんだ。でもな、かなりピンチ。迷いがあるならやめた方がいい。出してきてたのか。揉めちゃって。そうだ、なんか飲む。ティファ、決起会だ。うまいもんたっぷり出してくれ。うん。次は俺たちだけでやることにする。お前は仕事探しでもしてろ。もともとそのつもりだ。契約がなければ手伝う義理はない。そう言うと思ったぜ。ほら、残りの報酬だ。気持ち上乗せしといてやった。これで晴れて契約終了だ。さあ、悪いが席を外してくれ。身内だけでやりたいんだな。誘ったのにごめんね。みんなと話してるうちに、なんだろう、この闘争とは無関係のクラウドに頼りすぎかなって。ジェシー、まだか。あ、今行く。本当ごめん。気にするな。会の後でゆっくり話したいな。気遣いならいい。ジェシー、我慢の限界っす。じゃあ後で。ごめん、お待たせ。乾杯。ご苦労くん。なんだよ、急に興味出たか。邪魔が入った。続きは無茶すんな。大一番が引っ。ごめんね、今はみんなと話がしたいの。ごめんごめん。それから？だからこそっすよね。ああ、余計なことを忘れて集中。後でね。で、なんだっけ？こういうの久しぶりだね。本家から追い出されて。みんな次はもっと危なそうでな。おっと、すまねえ。それで？追い出されてない。独立誘いたいけど残念っす。何の話だっけ。ああ、思い出すと腹立つ。大変だったよね。もう一年か。早いな。あいつらなんだ。右腕が銃の男。近くで見たって情報は上がってんだ。待ってりゃ必ず現れる。おい、ま、兄ちゃん、近所の人かい。まあな。右腕が銃になっている大男を知ってるか。この辺りに根城があるらしい。どうだろう。ふん、鋭いね。金の匂いを嗅ぎつけたな。500でどうだ。200。300だ。ちゃ、まあいい、じっくり聞かせてもらうぜ。こっちだ。
喧嘩か。聞いてんじゃねえ。喧嘩？あいつらの仲間？キムック。オッケー。邪魔だ。雑魚どもの視線がうぜえな。ウォールマーケットとは大違いっすね、兄貴。兄貴は怖え人だぜ。逆らうなよ。死に急ぎてえなら止めねえけどな。兄ちゃんが先だ。心配ない。後ろから襲ったりはしねえよ。おい、男の居場所知っているんだろうな。二度も言わせるな。どうだろう。てめえ知らねえんだな。神羅の末端か。ふん、神羅も一目置くお方のアシスタントよ。だからどうした。調子に乗る。ほらほら、集中していく。このデラには関係ないな。スラムの心得その1、部屋に戻るか。やるな、何でもやる。
の化けネズミよね。自警団が見あんたかなり強いんだって。クラウドさん、ご苦労様です。依頼のデータは別の方がトップで提出されました。まだまだデータが必要なので引き続き協力と報告をお願いしますね。自警団は強くなった。あの化けネズミよね。おかえり、遅かったね。なんつって、はあ、話があるんだけど入れてくれない？じゃあ前置きはなしで。今度は何の例だ？次の作戦に押せなかったお詫び。じゃないとしたらなんだ？取引か。いい感してる。でもこれ他のメンバーには内緒にしてよね。今夜のうちに解決しておきたい個人的な問題なの。今夜？そう、一緒に7番街、プレートの7番街まで行ってほしいんだ。目的はみちみち話すから。俺は構わないが、明日は大仕事だろ。そうだけど、今やらないともっと大変なことになるから。ねえ、話は決まったってことでいい？うん。お手付金代わりね。私は出発したら朝まで戻れない。準備は OK？ じゃあ夜になったら駅に集合。頼りにしてるよ。報酬は悪くない。